お、すごい楽しそう。シューティングスター。フリッコ使う必要あるかな？ああ。あ、戻っちゃう。うん。右側はいけないよね。これで。何のシステムなんだろう、これ。ちょっと振り子作っといた方がいいな。よし、オッケー。ここどこ？来る必要ある場所、ここ。ここ来る必要ある場所かな。え？ここ何？ここ。え、来てる来てる来てる。え、ここ来る必要ない場所？怖い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 。うわ。一回これで、あっちに引きつけるみたいなことかな。行ってみるか。あー、なんかあそこに。いや、この距離は無理だな。食われたな。そんなに僕のこと好きかい？じゃれてるもん。なんなんだ、あいつ。こっからか。一回あっちに引きつけるっていうことかな。これもちょっと戻ってきたときに、この振り子で、どう？全然距離稼げてないな。あー、ダメだな。あ、やっぱこうやって引き寄せる感あるな。危ない危ない危ない。こうやって引き寄せて、あそこに来させて、で、よし、ちょっと遠いもんな、ちょっと遠いもんな。おーばーん。あ、惜しいな、惜しいな。いや、合ってるな、でもこれ。今度は間に合う、今度は間に合う。よーし、閉じ込めた。あいつそもそももっとね、さっき閉じ込めたら何出てきてんだよ。あー、もう完全に海なのかな。あいつもう来ないっしょ、もう完全に閉じ込めたから。ああ、またターザンか。都合よくあるな、よくこれ。よし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 。さあ、これで、ジャンプ。お、危ない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 。しゃあ、来たよ。ここ何なんだろう。なんかあんのかな。てか、ちょっと今、どの段階まで来たんだろう。見たいな、あのロードのやつ。お、ん？あ、開けた。すげえ、なんか、金庫みたい。うわぁ、もういいよ、水。もういいよ、もう。バカ、どうやって来たんだお前、あいつ。お前どうなってんだお前。はあ、どうなってんのこれ。髪の毛もじゃもじゃやし。散髪行け、散髪。またこれさ、開けるパターンだな、これ。開けて、あ、ちょっと早く早く。予想と違う。予想と違う。長押しで開けとくシステムのやつね。おお、すげえダンスしてる。めっちゃじゃれてんじゃん。さあ、いけ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 。なんかある、なんかある、なんかなんかあれ、なんかあれ。うっそー、違うなー。そうではないらしい。ちょ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 、いる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 、近っ。ちけえな。なんか引き寄せが必要なのかな。どうやっても間に合わないんだよな。
そこで再開するから、とりあえずここ開けて、入って、いる？いるね。待って待って待って。早く一回ちょっと上がって、引き寄せ必要かな？いるかな？すぐ。一回ちょっとこっち来てもらって、わかるでしょ？で、この隙に、この隙にですよ。あっち左側に行ってると思ってるから、全然違う。関係ねえな、これ。全然間に合う。あー、上側わかんねえ。一回開けて戻って、よしよし、OK。一回開けて戻って、次は押して入る。で、閉じ込めるパターン。あいつはもう閉じ込めるしかないんだよね。で、一回こっちに、こっちに引き寄せないとずっとあっちにいたんで。入って、よし、OK。で、次へ行くぞ。OK。で、右側もね、もう絶対間に合わなかったんで、このシステムじゃないかな。よし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 、OK！OK！もう来んなよ、お前！もうこれ以上来んなよ、あいつ何なんだよ。いや、もうこれ以上ね、こんだけ閉じ込めたんだから、もう大丈夫でしょ。こっちだね。OK。で、いや、もう来ない！もう来ないよ！もうあいつを釣り上げたり俺はしない。要は濡れた手で、うわわわわわわもうやだーこいつやだわーあ、なんかまだできるなんかできるなんかできるやめてやめてなに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 水中で卑猥なことしてんの何何してんのこれどういうことどういうこと息が息がああなに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 動けないこいつ何なのえ安らかすげえ安らか何エンディングああなんか光がええ、どういうこと？いや、動けないよ、これ。なんか、なんか、お腹になんかついてるな、よく見たら。あのライトがあるから、攻撃できないのかな？いない！どうした？何が起きてんだ、一体。でも息できないの？これ水の中だもんな。いや、俺を食おうとしてる。お魚さんが俺を食おうとしてる。ちょっとやめて。なに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 、なに、ドクターフィッシュ俺の隠し作ってくれてんの？どういうこと？動けないんだよな。は？なにあれ？謎の光が。いや、もう息できてないから死んでるでしょ、これ。え？右のやつなんだ？あ！気づいた！息苦しい！息苦しいよ！なんか予想外の展開なんだが。あ、待って、あそこ。え？息できるなったの？お前。これなんか。これなんかできない？俺息できるようになってるし、魚懐いてるし。なに、ひよこちゃんの代わりかな。なに、なんで息できるようになったんだ、こいつ。よくわかんないけど、すげえかわいい、ね、魚ちゃんを引いてるけど。沈んだんだな、ここ。展開についていけない。あいつ、さっきめちゃめちゃ追ってきたやつも、もともとは普通の少年で、なんかあんな風に息できるようになってみたいな感じなのかな。
やいけない。いやーすげえ、ドンキーゴングとかがさあとかマリオとかがね息吸わなくても大丈夫なやつかな、これゲームのよくあるやつ。よく見たらクロールしてんな、クロールで泳いでんな。いやーすごい、いや怖いなこういうとこ。上は、いやあの潜水艦もいらんねろな、きっとあの二人のとこに戻ってったと思うよ、あの潜水が流れ着いて。あ、ありましたっつって、なんだあるじゃないかって。さっきなかったんすけどね、どこ行ったんすかね、まあ、あるならいいんだがって。どういうこと、あーあわ、なんかすごい進みにくいぞ。ほほほー、あーお魚さんた、あー魚いけない。いやこれ回ったら死ぬやつ。俺が痛かったやつこれ、俺が痛かったやつねこれ。さあそう労働すると、あこんなとこまで来たよ、なるほどね。まあ、死にやすいとこで労働地点が結構あるんだろうけど、あー結構進んだな。なんかここ引っ張れるなんかあるな、これ何なんだろう。あー飛ばされるんだ、あーなるほど、ここを掴んでおかないと、あこういう風に流されちゃうってことだな。でちょっとタイミングは大丈夫か、で掴む、掴んでおいたら回ると。ええ危ね、危な危な、なんか開いたんだけど、危ねえ。これ上いけないよね、あいける。え何ここ、すげえなんか隠し通路見つけた感あっていいね。ああ、ここが正規ルートなのかな。なんか船の中、すげえ下がったと思ったけど、何気にもう、地上近くには出てんのかな、日の光的に。出てないのな、犬とか、ね、ゴンさんとか出てこなきゃいいけど、あの人形的なやつ。で、歩いてって。あ、なんか、魚が後ろで。ネズミか。はあ、久々地上だ、嬉しい。あダメなの、もうそれまたまたそのキャトルミューティレーションのやつ。ちょっと待って、あーこっからが良かった。やっぱまたあの光に浴びちゃダメなパターンだな。でこの影に逃げて、ちょっときつくないですか。どこまで行く、ひあのなんか巻かなきゃいけない感あったよなあれ、少ないかあれ。よしついてって、これを、あ違うな、こっちかで、ちょっとずつずらしていくってこと。うわ地道地道な作業せないかんなこれ。でもちょっとずつずらしていくんだなこれ。左の足場にジャンプして右上に行くパターンかな。しゃあ、オッケー。で、こう。よし。ここどこなんだろう、船のボイラーの中みたいな。ボイラー室なのかな。え、これは真ん中ジャンプで海パターンしかもう存在しないよな。うわ危ねえ。あでもあれだもんね、俺もうね、海の王だもんね。よし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 。これで、こっち行って、もう息も吸えるんだよな、多分。もうゴンさん的なやつの力を、俺が受け継いだってことなのかな。右は、行けないな。どこだ、ここ。左側は行けるのかな。いや、暗くてよくわかんないんだけど。もうここは上に上がって飛び込む場所であって、上に上がるしかないのか。おお
ち側はいけない。くぐり抜けた。なんか危険なマークみたいなのがあるけど、三角のやつ。何ここ。なんかそろそろ新しい仲間たちね、ひよこと会社のみんなと以外にもいないかな。何ここ。何これ、人が浮いてる。水の中なの、上側は。ああびっくりした。あ、閉めた。どういうことこれ。全然理解できない。いや、なんか雰囲気怖いね、これ。ああもう勝手やな。水の中もうへっちゃらだからね。お、開いた、すごいね。で、こっち行くと、お魚、あ、ここってあそこの上側ってことかな。はい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 、戻ってきたわけだ。じゃあなんかあそこのシャッターを閉めてなきゃいけないっていうギミックなのかな。さあ、たかし、遠いとこまで来たけど、どこに向かってるかわかんないけど、お前の出生の秘密知っていこうぜ。あー、ここね、ここが閉まったわけだ。これ何なのこれ。この四角い箱の中に何が入ってんだろう。なんか怪しい実験みたいなのがやっぱ巻き込まれてんだろうな、きっと。いけない、いけないな。こっち側行ってないから、一回ちょっと見に行こうか。あそこ閉める意味もなんかあんのかね。痛い、戻ってこれそうな場所ではあるけど。あ、またあのボタンある。あれはジャンプするやつだよな。はい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 、ジャンプ。これなんかどっかに持っていくのかな。これなんかできそうだな。あれ、動かせない。右のなんかか、あれ掴めんのかな。あれダメだな。どういうこと、これ。これつけてもな、死ぬ。頭打たないこれ。ああよかった。うまくできてた。なんか頑張れば上側に行けないかな。ああ、ダメか。なんかアクションゲームの主人公とかだったらいけそうなんだけどな。動かせないしな。なんかこれさ、固定されてんのかな。なんか後ろの木の板で固定されているからダメなのか。タイミングよくバーンみたいなできないかな。いけ、うわあびっくりした。うわあ、へしゃげちゃったよ。これで運べるようになったかな。オッケー、思ってるより軽かったな。固定されてたんだな。これをなんとかど、いやでもな、こっちも多分なんかもっと遠くに持っていきたいんだろうけど、どうなるのこれ。この斜めの位置でジャンプしたら、おお、あ、なんかこれ、わかったね。ここの坂のとこだ。はい、じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。インサイドいいところまで来ましたね。ロードで言えば、おお、結構来てますね。あと3パートぐらいでしょうか。これ何なんだろうね、ここの。このなんか箱と、空の上に浮かんだ水なのか何なのかに浮かんだ人間たちは。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。